花王伝願スンピロマルの一行はノエリン王で満点を取るため海へと旅立った。しかしその道中ピロマルの皮膚が180度回転し骨折。彼女が死に際に放った一言、ナーボー丼がこの世の全ての豆腐たちを海へと駆り立てた。気がした。これはそんな彼女の意志を継ぐ闇のノエリストたちのプライドをかけた物語である。あんねん、出てこい、来い来いや。俺さあ次行きます。はい、好きな匂いは何ですか。うわ、好きな匂い、これかけるぞ俺。あのさ、聞いたんすか。聞きました聞きました調査済みです。輝いてるこれ超一嬉しい。いやマジで何もヒントないな。好きな匂いね。匂い参りうぜぇ、マジでこれ日替わりやったけどな。日替わりやったらお前、カビキラかけるから。はい、じゃあいきます、はい、せーの、ドン、レモン、果物系、柑橘系、オレンジ。なんか、俺めちゃくちゃ苦しい。いやいやいや、おいおいおい、俺ら、もしかしたら本質落ちちゃってた。本質は高いし、本質行き過ぎたおじさんやから。いやでも、今日抜けちゃったよ。としても順位つけてほしい。まあ、この中でどれが一番好きか。それ以外すごくない。好きな匂いは何ですか。柑橘系。はぁー、でも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 、まあでも順位つけるなら花尾さん1ポイント、スン 0.8 ポイント、よし、レンガさん 0.7 ポイント、ヒロマルさん 0.5 ポイント。よし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 、さあつかなかったよ。オーケー、よしよしよし。いやこの問題さあつけへんかったの、でかい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 。そう、今の一体これはあんま嬉しくないつまんない。いや僕らもすごいですけど、僕ら勘で当ててるんでこれこっからやね、俺のじゃあいきます。生まれ変わったら何になりたいですか。なるほど、なるほど。え、聞いたぞ俺これ。え、これも基礎もんからね。聞いた聞いた。え、これ基礎ですね。あ、基礎。え、何。あ、思い出した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 。気色悪い。はい、行きます。じゃあ答え出してください、せーの。はい、テンション高めでイケメン男子、イケメン男子高校生、イケメンになりたい、イケメンになりたい。オッケー。何え、ほんと、え、お前らさては勉強してきてる。え、僕ら聞いたんすか。聞いてないっすよ。いや、本質掴んできたから。やばい、ムーリン相当朝に女説ある。マジで、いや、ほんまっすよ。ほんまに、いや、すごいすごいすごい。引く、やばい。え、なんか、家族ですね。逆にドン引き、家族ですか、我々。いや、でも、これ褒めてほしいけどね、俺。ほんまに。いただきます、はい。生まれ変わったら何になりたいですか。来い。生まれ変わったら、うん、めちゃくちゃイケメンになりたい。はい、ありがとうございます。よっしゃー、あんまり喜べない。全員1ポイントです。よっしゃー、マジで。よっしゃー、聞いてないのに当てるのは怖い。聞いてないのに当てるのやめてほしい。せめなんか差がつかなくなってきた。ほんとに本質分かってそうで嫌だ。見てみー。やだやだ。ほら見てみー。すごい。俺見てみー。いや俺マジでちょっと言って。俺はなんかこれまあ、まだ今とこからこの人もだからちょっと待って、今のマジの大企画よ。すごいすごい、こっちよりすごい。聞いたらもはやこの企画がもうやった意味あったな、この質問だけで。座右の銘を教えてください。待って、聞いたこれ。待って、ちょっと、はい、頑張りすぎて楽しむこと。他人に期待しない、人に期待しない、人を信じない。あ、こっちの方が楽しい。他人に期待をしない。はい、何でも願い事が叶うなら何をお願いしますか。ドン、フランスに行く、一生困らないお金をもらう、イケメンになってめちゃくちゃモテたい、お金持ちになりたい、億万長者になる、よし。もう違うこと言ってる。次ぐらいに来るぞ俺が聞いた質問。いやいや来ない。来い、行きます。好きな温暖湿潤気候、来い。好きな気候まで温暖湿潤気候で分かる。1000万円をすぐに使い切るなら何に使いますか。え、ちょっと待って、これ俺いやーでもピンポイントで聞いてる俺。明日5月16日12、まあ1000万円使ってください。残った場合は募集しますって言われた場合、何にまず使うかっていう、この企画をやった場合。いやしかも俺が設定した金額も1000万。いやー、俺すごくない。
たったの1問。マジか。いやでもこの1、俺出て20個しか質問してないからね。けどなー、結構聞いてないですね。広間さん抜け多いね。広間さん抜け多いですよ。保管、保管してる。保管能力してる。保管能力高すぎ。やりとり能力が。ちょっと高い。行きます。せーの、ドン。海外旅行、フランスに行く。一旦貯金。周辺危機。いいよ、完璧にする。いや、僕はこれ答えられました。でも多分電話さんが正解なんでしょう、これ。どうぞ。1000万円をすぐに使い切るとするならば、何に使いますか。海外に行きたい。ほらほら。よっしゃ、俺この問題のためにやったかよ。これなんて聞いてないやろ、俺。いやー、周辺危機。いや、周辺危機が言ってました、マジで。こっからじゃあ1問2点にしよう。よし、クソゲー始まった。しかしね、難易度がクソゲー始まったぞ。あの、嵐の一文字抜くならどこ取るっていう問題来い。マジで、聞く時間無意味な質問やから。じゃあ行きます。今までで一番楽しかった撮影は何ですか。来ると思った。来た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 。意外とこれ俺聞いたぞ。聞きました。ピロマさん聞きました。聞きました。おで、ここ二人は聞いてない。聞いてない。保管、保管、保管、保管しました。合ってろ。来い来い来い。せーの、はい。24時間投稿。保管の勝ちだー。来たー、来い来いだー。ついに保管計画。はい、保管したぞー。来たー。もうよっしゃい。今までで一番楽しかった撮影は24時間投稿。はい、やったー。はいはいはい。レベル高い。よっしゃい。さあ、いきます。理想のプロポーズは何ですか。聞いたー。俺聞いた。すごくない。俺こういうプロポーズグッとくるよ。はい。あー、え、俺すごくない。結構ありますね。結構当ててるよ。20分にしてたり高すぎ。じゃあ回答オープンしてください。せーの、はい、いいところの店でいい感じの服着ていくようなちょっと店で予約されてて、明日絶対これプロポーズやみたいに思いたい。雰囲気は作ってほしい。普通に好きです、結婚してください。後ろから抱きつかれて指輪みたいな感じ。それは分かってねえだろ。これはねえ、もうマイナスちゃう。あれマイナスちゃう。マイナスしょいな。後ろから抱きつかれる、そんなシチュエーションないよ。後ろから抱きつかれて、いや、なんかあの指輪を手にこえてギュー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 。はい、はい、じゃあいきます。正解発表。理想のプロポーズは、考えたことねえ。むずむずいし、なんか考えたらにやけてしまう。めちゃくちゃベタな感じで、うん、何日の何時にここ予約したから行こうみたいな、でちょっとおしゃれな格好してきてってこう言われて、うん、明らかにそこの場所が結構高級レストランみたいな、うんうんうん、うわっ絶対プロポーズやみたいな。うん、めっちゃ嬉しい。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。あー、もう満点回答。よっしゃー、よっしゃー。いや、よく来て満点回答。5分ぐらい話したも一緒に。いや、そんな話がすげえな、お前。いや、これでも聞かれたらすごいって思うよな、これ。すごい、完璧。え、俺が勝手に、やばい、そろそろこれ、やばいやばいやばい、チャンスやばいやばい。残り3問です。やばい、あと1問出てくれ。頼む、好きな女の出場機会出てくる。なんかなんか来い。じゃあ行きますよ。好きな火力は何ですか。いや、俺これな、なんかうっそ、そんなの聞いてるわけない。うっそ。いや、でも俺これね、こう答えると一つあるねんな。こうやな、こうやな。保管、保管、保管しました。いや、これはこれだ。いや、でも俺好きな料理工程聞いてるからね。惜しいっすよね、だいぶ。ちなみにみじん切りが好きです。彼女の好きな料理工程。じゃあオープンしてください。せーの、ドン。何やばい、やばい、やばい。とろみ、とろみ。いや、絶対これ、絶対これやってる。これしか、お前これしか、俺の仲間や。お前はこういう女だろ。お前これだろ。トロビ、はい、はい、お前はトロビだろ。いきます。やるから、だから3秒で出てきたの。好きな火力を教えてください。トロビ知ってる。トロビ、いやお前のこと、もう知っとる。みんな知った。お前、俺のこと知ってる。全員のいいよ。これ落
ちでもいいぐらいするさあ、いきます、はい、この疑問、おすすめの SD カード容量は聞いた聞いた俺聞いてるおー、僕聞いてるお前、キモお前あー、嘘やー僕聞いたねこれ、僕聞いたね僕聞いたねいや、これマジで聞いてたときびっくりしましたこれ、ちょっとほんま、やばい神回これ、10回目は1人でちょっとみんなじゃあいきますか。この歌は日替わりやめてくれよ。せーの、ダメ128見ごろ128 1%。 よし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 こういう時だけいきます。おすすめの SD カード容量はおすすめは128GB です。すごくない？すごいよ俺ら。俺負けてないわ。頼む。ラスト。もうラストだこれで。気持ちいいこれ。え、今得点は？スン1、14.2。よし。ヒロ2、13.2。ハナ3、12.8。うわぁ、もう1回。全毎回 12.2。うわぁ、すごい。プラプラ前に2点差。そうそう。1人正解優勝。はい。うわぁ。好きなポケモンの道路出ろ。あ、ポケモンやってるかな。最後、いきます。問題。花尾さんに一言。聞くわけない。これ集大成よ。そう集大成ですよこれが。楽しいけど。俺らだけはマジで。聞いてた時の快感やばい。一千万の時マジ快感。真剣ゼミで出たのこれ。20倍の快楽出てる。出てる出てる。なんか脳内物質がうわーなってる。なんか出てるほんまに。いきますか。はい。はい。じゃ。回答オープンしてください。せーの、はい、いつまでも陰キャでいてください。お疲れ様です。給料を上げてこれからよろしくお願いします。いやでもね、正解いそういそう。でもね、正解いそう。これこれ俺当たってたらもう頼む。このオフィス破壊するレベルでもう興奮するで。もし当たってたらじゃあ、はいはいはい、いきます。はい、加納さんに一言。ノーモアリスケ。これは無理。これは無理。当てれたな、それ。当てれたな、それ。めっちゃ見たくて黄色だったけど。当てれたな、それ。最後にそれやる？ポエトか、ポエト。めちゃくちゃ不完全燃焼。いや、なんかさ、ちょっとちゃうよね。どうじゃないし。いやー、まあ分かってない。分かってないね。ほんまに。いや、結局もうなんかもう、僕に踊らされただけですよ、もう。いや、そう。この中で、なんか、一番、その、あー。それはちょっと、これ、どうなんですか、これ。現在の悩みで。そうなると、ベンガンさんが一番近いから。よし！いって！よし！で、分からへん、分からへん。それでは、ノエリオ、今回の1位は、すんでー！ありがとうございました！勉強量が違う。こいつ殴りてー。勉強量が違う。2位の方はひろまるさん。はい。そう。とレンガさんです。よっしゃー。マジ？え？え？そう。2人とも同じ点数で。大逆転。え？すごいな。俺20個しか質問聞いてないからね。すごい。すごい。神回やこれ。すごいなそれは。神回だ。ということで。ということで最下位は。ハローさんです。マジで？ええ、お疲れ様です。8GB どこ行った？お疲れ様です。マジでちょっと神回を逃したで。神回を逃したで。いかがでございます。今やから言えるけど、聞いたけど殿下の質問で、殿下と花輪はどっちが好きって聞いたよ。それは選べませんって書いてあった。じゃあ平沢とやったらって聞いたら、これ